トラちゃんは見た。私はカリン。これは私と友人ツツジ、アカレの3人で宅飲みしていた時の話だ。乾杯。先月のことなんだけどね、私また変質者に追いかけられたの。どんなやつ？大丈夫だったの？うん、被害は特になくて、その人、駅から降りてすぐ話しかけてきたの。ねえねえ、君可愛いじゃん。お仕事サボって俺と遊ぼうや。ね。それで結局職場近くまでついてこられちゃって。職場バレたの？やばくない？うん、だから最近帰りは同僚とか彼氏と一緒に帰ってるの。私のツツジに、そのナンパ野郎許せん。でも最近見ないからもう大丈夫とは思うけど。ダメダメ、油断しないで一人にならないようにした方がいいよ。うんうん、ツツジみたいなおっとりした子って結構狙われるのよね。私割と派手な格好してるけど、気が強そうな女は狙われないのか。あんまり痴漢とかあったことないもん。そういえば私もそんなにないかな。二人とも痴漢に会ったら真っ先に痴漢ですって言えそうだもんね。当たり前じゃん。なんなら切ってるわよ。私だったらタコ殴りにしてるかもしれないわ。本当にやりそうだな、この二人。そしてガールズトークも大いに盛り上がり。3時間後。それでね、本能寺の変では本当は光秀の他に黒幕がいてね。あー、ツツジの歴女スイッチ入っちゃった。ツツジよとすぐ語りたがるんだから。休憩しようよ。ツツジ寝かしつけとくわ。じゃあ私シャワー浴びてくるね。あー、気持ちいい。湯船最高。縁も竹縄、女子会で思いっきりストレス発散して気持ちよくお風呂に浸かったのだが、あー、さっぱりした。うーん、まだ暑いからパジャマ着たくないな。ま、女子だけだから適当でいいかと、防御力5ほどの格好でリビングへ向かうと、おまた。思いもよらないものが落ちてきた。ん？でも失礼します、ジーです。この時一瞬心の底から叫び出したいほど不快だったんだけど、なぜ胸元なのか、なぜ風呂上がりなのか、そもそもてめえがなんでうちにいると思うと、猛烈な怒りが、こんな乾けがそして激闘の末、 G は天に召されたのだった。ちょ、何撮ってんのよ。消しなさいよ、こら。やだ、面白いもん。カリンかっこいい。その辺の男の人よりずっと。いや、ただパンツ一丁で G 退治しただけだから。っていうか消せ。そして友人アカネにより動画は友人グループの間で出回り、しばらくの間私のあだ名は信長様になった。信長様？うん、なぜ信長様なのかというと、あの時まるでカリンが織田信長に見えたの。え、まさかあのへし切り長谷部の話？そう、信長が無礼を働いた茶坊主を棚ごと叩き切ったという話です。パンツ姿でクイックルウォーパーを振り回してる様を見て、その感想って。幸い常識的な友達しかいなかったので、動画はあくまで友人グループのみに拡散されたのだが。なあ、カリンのへし切り長谷部で乱舞する動画見せてくれよ。彼氏やその他の男友達にまで話が広がってしまい、とことん赤っ恥をかく羽目になったのだった。それにしてもなんであの時たわけがなんて言葉が出てきたんだろう。織田信長が痴漢が、痴漢が出たらこのたわけがって叩き切ってね。絶対ツツジのせいだ。ご視聴いただきありがとうございました。お風呂上がりの綺麗さっぱりした後にあやつに出くわすのは最悪な気分でしょうね。しかも肌を露出してる部分ピンポイントに落ちてくるとか恐怖ですよ。あまりにもイレギュラーな展開に理解が追いつかなさすぎて織田信長が乗り移ったとでも言うのでしょうか。だとしても確実に仕留めるその息、私は拍手喝采を送りたいです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでも面白いなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。